はいみなさんこんにちは。みーちゃんのつぶやきです。今日はコストコのデリカの新商品、ペッパーソフトシェルシュリンプの紹介をしたいと思います。値段は量り売りの商品になりまして、100g あたりは281円で、僕の買ってきたのは1902円でした。これなんですけど、これデリカの新商品で、なんか新しいのあると思って、よく見てみたら、 ペッパーソフトシェルシュリンプなんて聞いたことないなと思って、それと失礼ですけど、なんか見た目美味しそうじゃないですよね。で、中にライムが入ってて、食べたことない感じだなと思って、食べてみたいなと思って、これは変わればと思って買ってきました。それで、このソフトシェルシュリンプなんですけど、どういうエビかっていうと、これ脱皮した直後の 皮が柔らかいエビをソフトシェルシュリンプっていうみたいで、それでできたデリカみたいです。ですから、これ炒めても皮が柔らかくて輪ごと食べられるみたいです。じゃあ早速見ていきましょう。横から見るとこんな感じで、パッケージはこれぐらいの大きさで、正方形の透明のパッケージに入ってました。中にエビとライムが見えますね。蓋を開けるとこんな感じで、 まあ、お世辞にもなんか美味しそうじゃないですよね。こんな感じで真っ黒系の指がどっさり入ってて、でもこれライムの香りとスパイスのいい香りがしてました。ライムも、くし切りのライムがこのように4個入ってました。それで早速調理してみようと思いまして、ラベルを見てみましたら、このように書いてありまして、フライパンに油を敷き、 エビとライムを炒め合わせます。エビの中心部まで十分に加熱調理してくださいって書いてありまして、ライムもこれ一緒に炒めるんだと思って、普通はライムって言うと出来上がったのにチューって絞って食べたりするんですけど、これは一緒に炒めるんだと思って、その辺を注意してやろうと思いました。それで、このように鍋を用意しまして、火をつけまして、油を引きまして、 ちょっと油は多めにしました。それで、この中に、このようにエビを入れていきまして、こんな感じですね。それで、これライムなんですけど、僕思い切って、一緒に炒めるだけじゃなくて、もうこの時点で、ジューってライム絞って、炒めようと思いまして、ジューって絞って、炒めました。そうしたら、皆さん、これおすすめです。もう、 ライムの香りががふわーって広がってて広すごいエビの香ばしくなってきた匂いとライムの爽やかな香りがすごい食欲そそる感じでしたそれでこのように炒めていきましてこんな感じでひっくり返しましてまあ割ともうすぐ色が赤く変わるんでだんだん火が通ってくるのは分かると思いますそれでもうこんな感じで炒めましてこれで完成しました もうこの時点では、エビの香ばしい香りと、ガーリックとブラックペッパーのスパイスのいい香りがして、それと、ライムの風味がこうついて、これ皆さん絞って炒めるのおすすめです。それで完成しました。いやー美味しそうですよね。それで、味の方なんですけど、まず別々に食べた味の感想から言います。まず、このソフトシェルシュリンプなんですけど、 先ほども言いましたように、脱皮したばかりのエビで、このように、もう頭とかもふにゃふにゃで柔らかくて、頭から尻尾まで全て食べられるエビで、例えるとすると、ちっちゃいエビで桜エビってありますよね。大きいのに、あれぐらいの柔らかさで、下手したら桜エビより皮は柔らかいんじゃないかっていうぐらいの、全然バクって頭からむしゃむしゃ食べられる感じの、 エビでした。もうすごい不思議な食感で初めて食べる感じの食感でした。それで身も頭も全く臭みとかはありませんでした。次に使ってるスパイスの胡椒とか食塩とかローストガーリックなんですけどピリッと効いてる感じでシンプルな感じの味付けでエビの旨みを引き出す感じの味付けでした。それでこのライムなんですけど 後からかけるのではなくて一緒に炒めるって書いてあったので普通ライムって後から絞ったりするのが普通だと思うんですけどこれはそうではなくて炒める段階でもう絞って一緒に炒めたらもうほんと大正解でライムの香りが広がって食べた時にもライムの酸味がエビに全体に絡まる感じですごい食欲そそる。 美味しい感じに仕上がりました。これ皆さん、やるときおすすめですんで、何も絞ってジューっていって、炒めてみてください。もうすごい香りと酸味がついて、すごいエビの味を引き立てる感じになりました。それで、全体的な味の印象なんですけど、丸ごと食べられる、今まで食べたことないエビに、それにピリッとスパイスの効いてる感じなんですけど、 ライムを一緒に炒めるっていう調理法もやったことがなかったんで、そうするとこんな風に風味が広がって美味しくなるんだっていうのが分かって、すごいライムの風味が心地よくて食欲をそそる感じに仕がって、この身だけではなくて頭もすごい美味しい感じのエビになって、食感も食べたことない感じの柔らかい皮の丸ごと食べられるエビで、 もうほんとおつまみに最高って感じですごい美味しかったですそれでごちそうさまということですね今日はコストコのデリカの新商品ペッパーソフトシェルシュリンプの紹介をしましたいやーもう本当は食べたことない食感のもうチ味ミって言っていいぐらいの柔らかい皮の大きなエビでそれにちょっとしたことなんですけど ライムを絞って炒めるとこんなに風味と味が広がるんだなっていうのが分かってすごい美味しいお酒のおつまみで美味しかったんでこれほんと珍味で美味しいと思いますんで臭みとかは全くありませんので皆さんもよかったら一度お試しくださいチャンネル登録いいねとよろしくお願いします今日はこれで失礼しますありがとうございました